相手を感じろ、状況を理解しろ。1週間なんですけど、まあ、今は楽しみな気持ちがいっぱいで、まあ、早く試合がしたいというのが正直なところです。はい、選手たちもやっぱり選手権近くなってきたということでしっかり気が引き締まって練習やってるんで、一戦必勝で頑張っていきたいと思います。そうですね、全国大会ではもっと気合を入れてやろうとみんなで話し合いました。そうですね、まあ、全国の舞台なんですけど緊張しないで今まで通り自分たちのサッカーができれば国立行けると思うんで頑張りたいと思います。やっぱり一番大切なのは一人一人が勝つんだっていうその気持ちが一番大切だと思います。1試合で2ゴール以上は決めたいと思います。コンディションがまず第一優先で、あとは今まで積み重ねてきたものを確認しながら、最後はセットプレーを含めて、一つ何か武器を作って、大会に臨みたいと思います。そうですね、過去インターハイの本大会も含めまして、そういった経験を積んでおりますので、まあ、勝つためにいろいろな方法を選手たちも含めて見つけ出していけると思いますので非常に私自身も楽しみにしておりますし、何か期待に応えてくれるそのような期待感を持てる選手たちですのでぜひいろんな意味で皆様にも期待してもらいたいなというふうに思います。合宿は、まあ、本当に今までの確認と最後の調整になりますので、最高のやはりコンディションで臨めるようにいいグラウンドとそして、一つ屋根の下でみんなが寝食ともにしまして気持ちを一つにして、本番を迎えたいというふうに考えております。まず先取点延長戦がありませんので、これがまず絶対必要ということとそれと失点をやはり少なくしなければいけないと、この、まあ、両方の相反するところですけれどもここの部分をものすごくこだわりながら戦いに臨みたいというふうに考えております。応援してますので頑張ってください。ありがとうございます。全力を尽くします。ありがとうございました。ありがとうございました。